ロたちは全然話を聞いてないの？うん、全く。いきなり連れてこられて。そっか。この学校では4人以上の生徒がいれば共同でアトリエを借りられるので、ぐんちゃんは去年までここを使ってたんだけど、先輩が卒業しちゃって今年から一人になったから追い出されそうになったんだってさ。それで僕たちは？そうみたい。うちを入れてちょうど4人だし。でもさっきの話だと2週間後までにミクロ布を作れないと。僕たちだけで？そんな。ぐんちゃんどっか行っちゃったしね。笑い事じゃないよ。錬金術なんてまだ全然わからないのに。私結構得意だよ錬金。そうなの？うん、だから多分大丈夫だよ。まだ2週間もあるんだし。そんな簡単に行くかな。まあ考えてもしょうがないし、今日も帰ろっか。そうだね。私ミクロ布のこといろいろ調べておくね。何か分かったらまたここに集合ってことで。なんであんなに気楽なんだろう。お前が考えすぎなだけだ。せっかくの学校生活なんだ。もっと楽しんだらどうだ。楽しむか。布も作らないといけないのに。まずは課題を片付けちゃおうよ。私とニケちゃんと3人でやればすぐ終わるって。受けられる講義はこれだけです。この講義を受けますか？それでは時間になったら教室に集まってくださいね。
題があり、まずは今